今日は木刀、剣についてご説明したいと思います。通常使っている木刀はもともと真剣を真似ても作られたものですから、まあ、扱いは刀の真剣に準じて扱うというふうに考えてください。ですので持つときは左手で持ってください。そしてもう本来ここに鞘があるわけです。鞘のところを持ってください。で抜くときは鞘からこう抜き出しているようにして構えるというふうに考えてください。いいですね。いいですね。抜くときは鞘から出すようにして構える。そしてつかギリギリのところに小指から握ってください。つかギリギリと小指から握ってください。刀は右手が前です。杖とは違って右手が前になります。ですのでつかは左手の小指から握ると。そして左手の小指から柔らか、右手の小指から柔らかく最後手の中こうまっすぐ握ってしまわないようにしている。特に子供クラスの方ね、こういうふうになりやすいですから、こうです。で振り下ろすときは刀の自重で降りていきます。刀自身の重さで触れてきます。刀の重さ自身で触れてこの時柄が水平になるよ。その時手の中を締めますので小指から握るように、小指から握るようにして締めてください。いいですね。手の中は締まりますので肘が軽く伸びた状態、これを肘の伸展と言います。肘が伸展する状態、肘を曲げて握らないように。そうすると親指で握ってしまいますから、肘を締めるよ、伸ばすようにして小指を握って、小指から握って肘を伸ばすようにして握る。で、基本的にはまっすぐ、腰がまっすぐの状態で振り下ろすといいんですけど、突きに転換するときはこう開いた状態まで振り下ろします。基本形はまっすぐ、突きに転換する場合は開く、スッとつけるようにしますね。素振りでも2種類あるということをちょっと頭の中に入れといてください。前後の素振りですね。前後の素振りは前、後ろ。これ左右が変わっても左構えになっても右手は右手前です。ここは杖と違うところです。杖のように左手前にして構えないようにしてください。右手は必ず前です。で、これで前、後ろ、前後ができます。で、前後、四方、八方のやり方を覚えて、肩の中でも、素振りの中でもそれができるようにしてください。四方のやり方。四方を繰り返しますが、四方をやった後に斜め45度前に出て八方を繰り返し、四方を繰り返して四方2回で八方になるんですね。やってみましょう。右半身です。最初のが四方をやって45度、最後のところは四方をやった時に斜めになってますから、そこから大きく体を戻してください。45度以上、90度以上戻して四方をやると覚えてください。切り返しの方法をやっていきましょうね。切り返し、右半前から正面からやってみますけど、まっすぐ振りかぶりながら剣先だけ外側に行きます。足そのままです。悪い例です。
まっすぐに振りかぶりながら剣先だけを倒す。なるべく体に剣がつくくらい下ろしていく。いいですね。突きはまっすぐ切って正面。それから体を開いた状態まで入って突く。この時、外側の足、今ですね、右足の側に剣の背、峰ですね、峰が来るように、剣の峰、やや下が突き上げるようにしてください。剣先が下がらないようにしてください。前を切る、体を開いたら、そのまま突く。剣先下がらない、上がりすぎない。してください。これは剣が相手のあばら骨の中にずっと入ってくる感覚でやるといいでしょう。はい、突きには2種類あります。突きの突き方は2種類。突き足の踏み込み、突き足の踏み込みは右半身でしたら右足で切った後にそのまま右足を突くのは先の突きです。左足を出しながら体開いて上手になり突き込みます。入れてる左足の方に峰があるようにしていきます。以上説明してきましたように、基本拳には素振り、切り返し、突きの足の踏み込みが存在しています。これに加えて、足の踏み替えと全身交代という傾向方法もあります。少し分かりにくいので右の図のような形で整理しておきたいと思います。表を見ていただければ分かりますように、素振りに対して正面、前後、四方、八方が、この交点のように存在しています。まず基本の素振り法、素振り切り返し、突きの足の踏み込みを正面に向かって左右の半身で行えるようにしましょう。その後、前後、四方、八方とできるようにしていきましょう。また全身交代は基本の素振りができた後に行うようにしましょう。最後に足の踏み替えですが、これは全身交代と同じように基本素振りの展開の一部だと考えた方が分かりやすいと思います。ただし足の踏み替えは重心を落としたまま足を踏み替えるという身体操作を学ぶ上で非常に重要です。技の中でもいろいろ活かされますので、十分稽古してください。